ロベルト・ハーベックは、ドイツの政治家、著作家。所属政党は、同盟90、緑の党。2018年1月27日以降、アンナレーナ・ベアボックと共に、同盟90、緑の党の党首を務めている。2009年、ハーベックは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州議会選挙における、同盟90、緑の党首支部の政党名簿に初めて乗ると同時に、 衆議会会,会派院内総務に就任した。2012年のシュレースビヒホルシュタイン州衆議会選挙において、彼は同盟90、緑の党代表候補になり当選した。2017年までシュレースビヒホルシュタイン州副首相と、州政府エネルギー改革、農業、環境省を務めた。2017年州議会選挙後の2017年6月28日、 ダニエル・ギュンパーが、州首相になり、キリスト教民主同盟、自由民主党、同盟90、緑の党の連立州政府が発足し、ハーベックは、州副首相、エネルギー改革、農業、環境、自然保護、デジタル化担当省に任命された。ハーベックが、同盟90、緑の党の党首に就任した2018年1月27日以降も、移行期間として、 州の大臣関係の職務を果たした。公認の州政府閣僚職は、ジャンフリップ・アルブレヒトに2018年9月に引き継がれた。州副首相職は、モニカ・ハインウォルトに2018年2月に引き継がれた。ハーベックは、シュレース・ビヒホルシュタイン州プレーン軍ハイケンドルフにある、ハインリヒ・ハイネ・ギムナジウムに通い、1989年にアビトゥア試験を受けた。その後、 兵役に代わる代替義務職として、ハンブルクの社会福祉施設で働いた。1991年、フライブルク大学に入学し、哲学学軍で、哲学、ドイツ語学、文献学等を学んだ。1992、1993学期での中間試験を終えた後、デンマークのロスキレ大学に通った。1996年、 クールラントの文学者カシミールウルリ・ヒベイレンドルフの死に関する論文でハンブルク大学から修士の学位を取得し翌年に修士論文を交換した1996年から1998年までハンブルク大学の学習課程に属し2000年に文学的耽美主義に関する学位請求論文で博士の学位を得た1996年 ロベルト・ハーベックは女性作家アンドレア・パロックと結婚した。長男が生まれた後、1999年ソーセージが誕生した。その時、家族はリューネブルクに転居した。2001年になって、家族はフレンスブルクに転居した。2002年に4人目の息子が生まれた。ハーベックはデンマーク語を流暢に話す。1999年以降、 ロベルト・ハーベックと妻のアンドレア・パロックは自由な作家として共作という形で著作の出版を始めた。インタビューにおいて共作作家という活動形態は共同で生活するというプランを意識した決断であると語った。児童書と英国女上司の翻訳と並んでロベルト・ハーベックとアンドレア・パロックは小説を発表し続けている。これらの小説において 北欧文学と英国文学から明確な影響が容易に理解できる。小説において何度も繰り返されているモチーフは人間における自由と決断の葛藤関係から来ている。2008年12月、二人によって初めて書かれた1918年という題名の戯曲がキール劇場で公演された。この戯曲は第一次世界大戦末期のキール水平反乱を 扱っていた。ロベルト・ハーベック2002年、ハーベックは、同盟90、緑の党の党員になった。2002年から2004年まで、シュレースビヒ・フレンスブルク区規部代表、2004年に、シュレースビヒ・ホルシュタイン州党支部代表に就任した。2006年、同盟90、緑の党の全国指導部の幹部員候補になったが、落選した。2008年、 シュレースビヒフレンスブルク軍議会選挙に際して、同盟90、緑の党の代表候補になり、選挙当選後の同年8月に、ハーベックは、同盟90、緑の党会派代表に就任した。2009年、ロベルト・ハーベックとモニカ・ハインウォルトは、シュレースビヒ・ホルシュタイン州議会選挙において、同盟90、緑の党の代表候補者に選出された。選挙後、ハーベックは、 衆議会党会派の院内総務になった。2012年衆議会選挙においても、ハーベックは引き続いて代表候補者に選出された。ロベルト・ハーベック2012年の衆議会選挙後、シュレースビヒホルシュタイン州副首相と、州エネルギー改革、農業、環境省を務めた。2017年衆議会選挙後の2017年6月28日、ダニエル・ギュンターが、 州首相になり、キリスト教民主同盟、自由民主党、同盟90、緑の党の連立州政府が発足し、ハーベックは州副首相、エネルギー改革、農業、環境、自然保護、デジタル化担当省に任命された。彼はエネルギー改革担当閣僚として、再生可能エネルギーの拡充に尽力した。シュレースビヒホルシュタイン州において、 再生可能エネルギーの出力は2012年の5 3ギガワットから2016年の、10. 1 0 1ットにまで増強された。さらに、ブルンスビュッテル石炭火力発電所の建設が、州政府の拒否によって中止された。2018年1月に、同盟90、緑の党党首になったハーベックは、同年5月になって、州政府閣僚職の辞任を表明した。 8ヶ月間の暫定移行期間が設けられたため、州政府閣僚の職務を継続したためである。この措置は、同盟90、緑の党の2018年1月の連邦大議員会議事の党則改正によって実現した。2018年8月31日、ハーベックはシュレースビヒホルシュタイン州政府閣僚職を辞任した。同時に、衆議会議員の職も辞任した。 2015年5月、ハーベックは、ドイツ連邦議会選挙の党代表候補者、選出予備選に出ることを表明した。2016年4月に、ノイミュンスターで開催された緑の党首、代表者会議において、同盟90、緑の党党首選挙の男性枠に立候補することを、表明した。2017年の同盟90、緑の党党首選挙に立候補したが、 ハーベックはメディアから勝ち目のない放末候補とみなされていた。当主選挙には敗れたが35、74%という大議員病を得て男性枠で勝利したトルコ系移民2世イジェム、オズデミルの35、96%に肉薄した結果で周囲を驚かせた。2017年ドイツ連邦議会選挙の後、ハーベックはキリスト教民主同盟、 自由民主党、同盟90、緑の党の連立政権を目指す交渉担当になった。しかしながら、この連立構想は自由民主党からの同意を得ることができず、失敗した。2018年1月27日、ハノーファーで開催された連邦大議員会議で、ハーベックはは、アンナレーナベアボックと並んで、共同党首の一人に選出された。 ロベルト・ハーベック2016年4月、植物性食品のような代替食品が十分に供給されているので、食品を得るために動物を飼育し殺傷する行為を正当化する根拠は失われているという見解に、ハーベックは賛成した。2014年から2016年まで、ハーベックは高レベル放射性廃棄物貯蔵管理委員会のメンバーを務めた。ドイツにおける 放射性廃棄物に関して、ニーダーザック先週ゴアレーベンを最終処分貯蔵施設の候補地に選定しないとの見解を示した上で、2014年に高レベル放射性廃棄物貯蔵管理委員会に加わることを明らかにした。ゴアレーベンに関する調査活動は、ユルゲントリッティン元環境省によって10年間にわたって凍結されていた。2012年に、 ユルゲン・トリッティン元環境省による高レベル放射性廃棄物に関する議案が同盟90緑の党連邦大議員会議に提出され、ハーベックはこの議案に賛成した放牧地で家畜を飼育している者たちと保護されている野生狼の間にある利害対立の家中にハーベックは置かれた。ロベルト・ハーベックと妻のアンドレア・パロックは銃による 狼殺害をテーマにした作品を2001年に発表していた。2019年にこの作品が狼の叫びと題して改訂版として出版された。シュレースビヒホルシュタイン州農業省として、彼は自然保護と農業保護との間にある利害対立の調停をする役割を果たすことになった。狼を必要以上に捕獲することで、 主として生存が不可能になると彼はみなした。家畜を保護するために、狼が種として生存するために必要とされた数を維持した上で、組織的な捕獲をすることに彼は反対しなかった。狼に関する利害対立に際して、同意を得るのではなく、利害を最優先するのでもない別の政治的スタイルを、ハーベックは望んだ2019年1月。 ツイッターや YouTube 上でのハーベックの発言に批判が巻き起こった。2019年中林元州議会選挙に関してソーシャルメディアの場においてハーベックは緑の党を代表して中林元州が開かれた自由であってリベラルで民主主義的な地域になってもらいたいと発言した。この発言を聞いた多くの者たちは旧東独にある中林元州を閉鎖的で 先制的な非民主主義的地域であるとハーベックがみなしていると解釈した。同様に2018年に行われたバイエルン州議会選挙においてもキリスト教社会同盟の単独支配を終わらせることでバイエルンに民主主義が復活するとハーベックは発言しバイエルン州の有権者に政権交代を求めた。この発言の後でハーベックは失言であったことを認め 自分自身が考えていたこととは全く別な発言をしてしまったと釈明した。バイエルン州において民主主義が継続していることを表現する代わりに強烈な言葉を用いてしまったのは全くのミスだったとした。この失言とツイッターやフェイスブックの自分のアカウントがハッカーによって消されてしまった少し前の出来事をハーベックは重ね合わせて釈明した。ありがとうございます。